大家好，我是洛克人 X Dive 的制作人伊田寿登，好久不见。洛克人 X Dive 上市半年多以来，受到亚洲地区的玩家喜爱，非常感谢。在上个月10月26号，日本地区也加入了 X Dive 行列，我们感到非常非常开心。当然，对于玩家的意见反应，我们也是相当的重视，所以在游戏的上，我们都会参考大家的意见作为调整的参考依据，今后也请多给我们建议，非常感谢。未来每个月我都会找时间跟大家说明一下未来 XDive 的内容与计划，同时回复一下玩家的问题。はい、まずは新しいボスの追加、ボスチャレンジの追加をご説明いたします。はい、そのボスはですね、こちらですね。見たことありますかね。ありますよね。6万X2 をプレイされた方は、覚えてると思いますけど、このボスはですね、チョップレジスターと言います。こちらはですね、シグマウイルスが実体化したとされている武器で、こちらはですね、6万X2 で登場したモーション以外のモーション、ロックマイクスタイルオリジナルのモーションが追加されてユーザーに襲いかかりますので、プレイヤーの皆さんぜひチャレンジしてみてください。2つ目にはですね、次に実装されるイベントのご説明をさせていただきます。そのイベントはこちらです。はい、ストームイーグリードボスチップ獲得イベント、こちらはですね、すでに初期にね、リリースされた時にプレイしていただいた、プレイヤーの皆さんはご存知だと思いますが、復刻イベントですですね。まだなので、その時に取り逃してしまった、まだプレイしていただいていなかったプレイヤーさんには、ぜひこれを機会にストームイーグルに当選していただいて、ボスチップゲットしていただければと思います。またですね、すでに獲得しているという、プレイヤーの皆さんにも、ご安心ください。このイベント新しく限定のダイブカード追加されておりますので、ぜひぜひチャレンジしていただいて、この限定ダイブカード、強力なダイブカードになっておりますので、ぜひゲットしてみてください。はい、はい、3つ目にご紹介させていただくのは、新イベントと、新キャラクターの情報でございます。あのロックマンシリーズのイベントをね、コラボイベントさせていただくんですけども、今回はですね、皆さんだいぶお待たせした、いや期待してくださっているイベント始まると思うんで、ぜひぜひ期待してお待ちください。はい、そして新キャラクターについてもですね、11月中に、とある、注目度の高い、見た目すごくかっこいいキャラクター登場します。ぜひ期待して、お待ちください。はい、じゃここからはですね、運営開始してから7ヶ月経ちましたが、その間に多くのご意見、プレイヤーの皆さんからいただいております。でその意見一つ一つ紹介したいんですけども、今回は、一番より多くいただいたご意見をご紹介して、それに対する、ご回答させていただければと思います。はい、一つ目はですね、いつも同じ BGM が使われているのではないかというご意見でございます。こちらは今はボス戦であるとかステージというのは、いつも、まあ、何回も聞いたことのある同じ BGM が使われていて、変えてもらいたいという意見でした。こちらは、ユーザーの皆様の意見を尊重、反映させるようにいたします。そちらもご安心ください。もうすでに準備中でありまして、まあ、例えば今開催されているハロウィンイベントなんかも、あれもロックマイ5のですね、ファミコンのBGM を、リメイクしたものであります。気づいていただけましたでしょうか。もう聞いていただけましたでしょうかね。そんな感じでですね、どん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 プレイヤーさんの意見を反映させていきたいと思っております。2つ目のご意見はですね、毎回実装されるイベントのやり方が、変化がなくというところでありました。はい、こちらはですね、この質問に対して、我々チームは、2つ課題を挙げております。まあ、1つは、横スクロールアクションは、まあ、基本的には変わらないんですけども、毎回こう同じようなステージをやってる感覚になるっていうのがまず1つと、2つ目は、同じような周回イベント
ポイントを集めるイベントで、報酬についても毎回その変化がないというこの2つ認識してます。でまず1つ目なんですけども、こちらはですね、一貫して我々皆さんに伝えたいのがロックマイクスの面白さをこのロックマイクスタイプで伝えるというところで、ロックマイクスの魅力、またはちょっと難しさ、またクリアしごたえになるところ、いろんなギミックっていうところを過去のロックマイクスシリーズとか、その他のいろんな要素を組み合わせて、これからの飽きの来ない、こんなステージなんだ、ちょっと難しいな、やりごたえがあるな、なんていうものをこれからどんどん目指していきたいと思ってます。で2つ目に関しましては、まず報酬については、今のところ、特別な報酬が入っておらず、もっともっと頑張りたいのに、報酬についてもっともっと豪華にしてほしいというご意見がありましたので、このイベントですとか、その競うようなコンテンツの報酬に関しましては、もう頑張ったら頑張った分だけ、その頑張ったプレイヤーの方が称えられるような、そういった名誉ある限定報酬などこれからどんどん用意していきたいと思っております。例えばその時でしか手に入らない、なんていうのスキン、例えばですけどスキンであるとか特殊な武器であるとか、特限定カードとかっていうのをこれから用意していきたいと思っております。もちろんですね、この上位のプレイヤーの方しか獲得できないっていうものだけじゃなく、そのただ自分自身頑張ったそのポイントが、自分で頑張ったっていうその頑張りポイントに関しましても、この限定報酬、そのイベントでしか獲得することができない限定報酬っていうのをこれから用意しますので、よりプレイヤーの皆さんにやりがいのある頑張りがいのあるコンテンツを提供させていきたいと考えてます。はい、またですね、リリース以来ロックマイクスダイブでは、サブワームシステム、そうですね、ダイブカードシステムって追加してき、ました。こちらはですね、新しい遊び方を提供する上での育成部分のコンテンツの追加になっております。で今、プレイヤーの皆さんが求めているのは、そのプレイするコンテンツの追加の部分ですね。こちらも今どん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 開発中でおりますので、もう少々実装をお待ちくださればと思います。そしてですね、さらにさらに多くのご意見をいただいている、細々とした、もしくは、大きなバグであるとか、あと PVP やコーププレイ中の、連支援の部分ですね、接続ラグが多いなどっていうご意見を本当にたくさんいただいております。こちらリリース開始以降ご迷惑をおかけしております。本当に申し訳ございません。はい、こちらはですね、いただいてから放置しているわけではありません。こちらはもう日々ですね、毎回のアップデートごとですとか、日々の更新で、徐々にアップデートしかけているところであります。リエンシェンの部分もそうですね。はい、でここはもう一日でも早く、皆さんに快適なプレイ環境をお届けできるように我々頑張って、開発続けておりますので、さらにこんなことをやってもらいたい、こんなキャラクターを操作してみたい、こんなキャラクター実装してもらいたい、こんなスキンを実装してもらいたい、こんな武器実装してもらいたいなど、たくさんたくさんのご意見ありますと思いますが、そちらも、もう何でも結構です。何でもお寄せいただければと思います。私も、ほぼ毎日 SNS チェックしておりますので、そんな形で、我々の公式 Twitter ですね、公式 Twitter や Facebook など何でも、カスタマーセンターでも結構です。何でもいろんなところでご意見をお寄せください。はい、というわけでですね、本当に全地域全世界のプレイヤーの皆さんにこのタイトル触れていただいて本当に感謝しております。ありがとうございます。はい、これからもぜひぜひロックマイクスダイブ引き続きプレイしていただいて、このロックマイクスダイブを、もっともっと盛り上げていければと思っております。これからもぜひどうぞよろしくお願いします。はい、というわけで今回こんな感じで終わりだと思います。バイバイ。